カエルクイズ。間違えていくために健太郎さんの画面モザイクかかるんで。なんでやねん。1問目じゃあこちら。ダラン。我们一起学猫叫。バカにすんなよ。ちなみに 50/50 使いますからね、健太郎さん。ちょっと待って、ごめん、ちょっと待って、台湾の 50/50 ってこれだよ。まあ台湾のっていうか僕のチャンネルの 50/50 はこうですね。いいだよバーカ。はい、ということですね、今日はですね、第1回あれなんだっけ、第1回台湾理解度クイズ。今日はですね、台湾理解度クイズ。はい、よいしょー、よいしょー。健太郎さんね、はい、ほら台湾よ来たいって言ってるじゃないですか。今コロナでも来れないんで、台湾来る前にせっかくなんで、まあ、台湾のことをね、今の段階でいろいろと知ってもらおうかなと思って、まあ、クイズ形式で台湾のシェアできたらなと思ってます。いやいや、待って。なんでおい、台湾行きてっつってんだから、台湾のこと全部知ってるに決まってんだろうかよ。おお、何その自信。今日これ間違えたらもうものすごいバッシングくるからね、コメントに。皆さんすっごいバッシングしていいですからね。1問でも間違えたらバッシングしていいですからね。ちょそれはやめよう、俺傷つきやすいから。ガラスのハートだった。でもちょっと待って、その代わり全問正解したら永住権。それは俺じゃなくて台湾の相当に言ってください。相当お願いします。この動画見てたらお願いします。ちなみに健太郎さん、これ間違えてったら、間違えていくために健太郎さんの画面モザイクかかるんで。なんでやねん。今日4問出すんですけど、間違えるたんびにモザイク濃くなるっていうイメージでお願いします。でも間違えたら最後感想のところはもうモザイクしかないっていう感じでお願いします。マジで逆に正解していくごとにめっちゃ 美肌にしてって。めんどくせえ。ハイライトめっちゃ入れておきます。まず、健太郎さん、台湾のイメージってどんなイメージなんですか、今の段階で。なんか歴史的な建物とか文化とかをすごい大事にしてるなっていう感じはあったね。そう、街並みだもうなんかこう古き良き台湾を大事にしてたりとか、昔からのこう台湾にしかないものをこうちゃんと受け継いでいってる感じがするっていう。あ、そう。あとお茶飲めるところが何か所か回ったんだけど、あれもすごく良かった。歴史文化をすごく大事にしているっていうイメージですね。健太郎さん、次来たら台南に行きましょう。台南が日本の京都みたいな感覚なんですよ。そうなん。そうで、僕もこの間初めて行ったんですけど、すごい台湾って感じがしてすごい良かったんで、ぜひ次は、まあ言うて来れるとしたら多分またコロナをして来年すげえ先じゃん。あともう一つあって、もう一つは、何言おうとしたか忘れちゃった。フレンドリー。あ、フレンドリーね。高橋とさ、朝飯買いに行ったじゃん。カフェに買いに行った時に。行った。日本人みたいな話しかけてきて、目そらした瞬間にもういなくなってて、何話したかったのかわかんないんだよ。確認されたんですね、日本人。そうだから日本人かどうかだけ確認。まあよくありますね、台湾フレンドリーな方多いんで。日本人で話しかけてくる方はすごく多いです。そう、まあ、フレンドリーで、まあ、歴史文化を大事にしてるイメージということで、まあ熊田さっきもね、すごい台湾も理解してる人なんで、今日4問絶対に全問正解できると思うんで、早速じゃあもうクイズにやりたいと思います。もうやんなくていいと思うよ。やらせろよ、動画撮るんだからやらせろよ。はい、1問目じゃあこちら、この建物の正しい名前はどれ。バカにすんなよ。おお、50/50使いますかね。何回使えるの。1問につき1回使えるの。いいよ、こんなん分かるから。本当にいいんだね。いや、こんなん分かるじゃん。これ間違えたらモザイクかかりますからね。よいしょ、ドン。 B の台北101、答えは正解です。よいしょ、よいしょ。なんだよそれ、ちょっとドキドキさせんなよ。これはね、さすがに大丈夫だと僕も思ってました。もうやんなくていいっすか。なめんなよ、これ次の問題結構難しいっすから。一曲歌を聴いてもらいます。まあ一曲っていうかフレーズ、ワンフレーズで、その歌が誰の歌か当ててもらいます。この歌を歌ってそうな人をなんとなくこの見た目から想像するっていう問題です。これ皆さん台湾の方です。台湾で有名な方です。いやもうわかるよ、全曲聴いてるもん。じゃあいきますよ。よろしければ、準備よろしければいきますよ。いいよ。我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵。ちょっと待って。本人じゃないの歌うの。さあ誰でしょうか。ちょっと待って。今のは高橋じゃん。そうです。それ今本当にそれ女の人が歌ってんのこれ。あ、聞こえなかった。じゃあもう一回歌いましょうか。ごめん、質問と答えが合ってないんだけど。聞こえなかったってこと？じゃもう一回だけですよ。もう一回だけいきましょう。我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵。さあ誰が歌ってるでしょうか？いや今のはタカシが歌ってるんだ。だからこの曲を歌ってそうな人は誰ですかっていうことですね。ちなみに歌詞を言うと猫の鳴き声を一緒に真似しよう。せーの、ミャー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 っていう意味ですね。これちなみに A も B も C も歌手の人？いやそれは言えないです。台湾人の有名人としては言えないです。歌手じゃないかもしんない。ちなみに 50/50 使いますからね高田さん。いや B は女優さんっぽいな。 A はインスタグラマー、モデルさんかな。モデルさんっぽいな。モデルさん、女優さん、 C がダンスボーカルみたいな感じ。 C ちゃうこれ。おお、なんか 50/50 大丈夫、使わなくて。 50/50 使わせて。これは 50/50 選択肢がね半分になるということで 50/50 こちらどうぞ。選択肢が半分になりますね。ちょっと待って、ごめんちょっと待って。台湾の 50/50 ってこれだまあ台湾のっていうか僕のチャンネルの 50/50 はこうですね。いや逆に難しくなってるんじゃないか昨日夜中僕一人で作ってました。こんなことしてないで早く寝ろよいやバカじゃん。いやそれ岡村さん答えの方よろしくお願いします、はい、ミャオミャオ言いそうな人で、いやこうかな。 C でお願いします。答えの方を発表したいと思います。答えはだよ。バーマジか。よし。ちなみに答えこちらの2人組のユニットになってます。男性と女性のポンポンさんとパンパンさん。マジか。嘘。うわーくそ、永住権なくなったわこれということで熊田モザイクスタート。今薄く熊田の画面、今薄くモザイクかかってるからねこれどこにかかってるの？これどこにかかってる？画面全体に、熊田の画面全体に薄くかかってますね。これお供えして直すわ壊れてんじゃねえよ。 B と C は逆に誰なの？ああそうか、これ B の方有名よ日本でも。最近 EXILE の AKIRA さんと結婚したリュウジーリンさん。なるほどね。そうで、C はダンスボーカルで台湾ですごい有名な蔡依林という歌手の方ですね。台湾の安室奈美恵さんって言われてます。そうなんだ。そうで普通にちゃん、ね、そう歌めちゃめちゃかっこいいんでよかったら聞いてみてください。聞いてみたい。これは何に使う道具でしょうか？ちょっと難しいですよこれは。うわ全部ありそうちなみに俺これ超真面目に考えましたからね。これは何に使う道具？いや全部ありそうだわ。この間台湾来た時見ましたこれ。いや見た記憶はない。消去法でいけばいいんだ。俺マッサージ受けたの。足のマッサージ。おう、足のマッサージでこんなものは見ていない。お茶も飲んだけどお茶でもこんな道具見ていない。だから俺の体験してないのは参拝の道具なの。好きっぽいじゃん、神秘的な。神秘的ななんていうの？ああなるほどね。さっき赤が赤色って台湾の中でいい色だって言ってたじゃん、はい、縁起がいい色ですからね。縁起がいい色を使うってことはもう参拝やろなっていうこと決まりましたわ。ドン！ C でお願いします。答えは正解しゃー。いや素晴らしい。ほらいや素晴らしい素晴らしい。これは、参拝売買、中国で売買なんですけど、その時に神様に神の信託をもらう。許しを得るみたいな。そうそうそうで、これで神様の答えが分かるっていう道具です。だから台湾の人からするとすごく日常的な道具っていうイメージですね。声っていう道具なんでぜひ覚えてください、はい、うわやりたい。次行った時絶対やろうよ。じゃあ最後の問題4問目。この漢字は日本語でどういう意味？これはちなみに当て字です。これを読んだ音が日本語と同じ音です。大体よろしくと一緒です。日本語のよろしくってあるじゃないですか。その当て字。ちなみにこれ 50/50 したらどうなんのこれ？ 50/50 じゃあこちらでございます。どうぞ一緒じゃねえかよ。もっと力入れろよちょっと夜中であんま頭回ってなかったから。そうかサボったわサボった。これちょっとサボった。いやでもこれかな。ドン！ B。 おおなぜ？豆はと、とって読めるんじゃないかっていう。答え発表いたします。答えは正解でございます。どうだ俺結構でも当たってんじゃない？いや当たってる、すごいすごい当たってる。ですごいからあんま面白くないんでモザイクかけておきますね。やっぱやる必要なかったねこれは。そうか、結構迷ってたけど。結構悩んでたけどね。じゃあ正直ちょっと台北101以外は初見やわ。これ割とありかもしれないですね。またなんかこうちょっとクイズ形式で台湾をシェアするっていうので、これね日本人の人に見てほしいかも。どうもありがとうございます健太郎さん。いえいえ、もうこちらこそありがとうございました。勉強になりました。はい、またね、ぜひ台湾のことシェアできたらと思いますんで。うん、これがこの動画50万回再生いったらもう一回やろうよ。需要あるってことだから。オッケーオッケー。50万難しいな。50万。じゃあ10万。10万いったらもう一回やろうよ。じゃあ次10万再生いくよう願いながら。はい。よろしくお願いします。はい。お願いします。ということで、じゃあまたね健太郎さんありがとう。はい、ありがとう。バイバイ。